FM 議論案から始まる沖縄県のサッカーを盛り上げていこう6月22日 ?2 日だな6月22日水曜日時刻は午後10時を回りました皆さんこんばんは沖縄県のサッカーを盛り上げていこうパーソナリティの小浜奈穂でございます はいはい。えー、梅雨明けましたね。もう、サッカーするにはちょっと苦しい季節が、はい。<laughs> やるなよ、じゃあ、って、あのね、マリりに言われそうな感じもしますけど。うん、もうね、沖縄県ではね、もう夏が明け、あ梅雨が明けて、もう夏がね、本格的に始まると、なんていうのこの、苦しくてサッカーが。<laughs> <laughs> あーでもね、もうまあ仕方ないですからね、もうやらなきゃいけないですから、でも、なんだろう、このラジオ番組でもさ、ちょっとお伝えしたことがあるんですけど、サッカー自体は実はあれなんですよ、皆さん、の冬のはいスポーツなのでね、沖縄はね、もう年中、夏って感じもしますけどね、まあ、あの、屋外でね、ちょっとやるスポーツなのでね、県内、 まあ、県外もね、いろいろこの暑さに対しての、うん、対策っていろいろ取られている中でさ、うん、沖縄は特にこういうのがちょっと必要というか、あの特筆している部分もあるのかなと思うんで、うん、こんなのもさ、まあ、ここでいろいろお話ししていきたいなと思いますのでね、皆さんよろしくお願いしますよ。ははい、はいいいじゃあ今週も進めていきましょう、はい、えー、っとですね 沖縄県のサッカーを盛り上げて以降は、えー、サッカーを中心とした情報バラエティ番組でございます。えー、沖縄県のサッカー情報はもちろん、えー、日本代表からフットサル、ビーチサッカー、そして女子サッカーやキッズまで、あらゆるサッカー関連のお話の中、毎月お題を決めてワイワイ楽しく会話をしていきましょうという、まるで居酒屋さんで飲んでいるようなゆるい番組でございます、えー。午後10時まで、あ、じゃないじゃない、午後10時半まで、どうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。この番組は、 あなたの専属トレーナーになります。沖縄若田生骨院。映るかな真心ビビデコチェー居酒屋マジュン。反乱中のハンバーガーショップ。チムフガス。<laughs> 以上、以上各社の提携でお届けいたします。はい。えー、よろしくお願いしますね。えー、っとですね、一応、今日の、えー、お題もさん、あの、県内のちょっとサッカー情報をいろいろ、あれやこれや喋っていこうかなと思っていますので、皆さんよろしくお願いしますね。はい。えー、一緒にですね、沖縄県のサッカーを盛り上げてくれる皆様からのゆるいメッセージをお待ちしておりますよ。 ええとですね、現在お聞きいただいています f m ギノワンのホームページより番組のリクエストはこちらと書かれたバナーをクリックしてもらえるとメッセージを送ることができるページへと移動できますので懸命にですね、沖縄県のサッカーを盛り上げていこうと、はい、お書き添えの上ですね、ラジオネームもお忘れなくお送りくださいメールアドレス 797-fmginoan.com もう一度言いますね 797-fmginoan o w a n c o m でございます。沖縄県のサッカーを盛り上げていこうに対する、えー、質問やお知らせ、報告などなどいろいろお待ちしていますので皆さんよろしくお願いいたします。はいはい。<laughs> 今日よあのちょっと映像にも映ってないんだけどさ、あのゲストがまあ喋れないんだけどね。<laughs> 小さな、小さな、小さなゲストがさ、あの、スタジオ内にいるんですけど、はい。よろしくお願いしますね。<laughs> はいはい。えー、っとですね、今週ちょっと一発目でお話ししていきたいのがですね、はい。えー、今度、あ、今度ね、先週の日曜日に行われました、第39回沖縄県社会人サッカー選手権大会の、はい、決勝戦が日曜日に行われましたので、その結果をですね、うん、少しお話ししていきたいと思いますよ。 はい、えー、決勝戦がですね、えー、沖縄 SV、えー OS パー対、えぇ、ー、オロッククラブの、えー、対戦で決勝戦が行われました。はい、えー、こうもらとちょっとですね、この大会のちょっと運営スタッフの、えー、サポートとして、うん、協力でさ、あの、行ったんですけど、なんていうのかな、うん。 暑かったね。<laughs> 試合開始時刻はさ、十字キックだったんだけど、いや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 、そりゃね、暑いよみたいな。<laughs> あの、なんていうのかな、ちょっと殺人的な暑さだったんじゃないかな。あの、湿度もさ、やっぱ高くて、あの、なんだろう、あの熱中症警報のさ、アラームとかが、うん、会場に設置されてたんですけど、もう、 警報なるなる <laughs> <laughs> いいのかって、みたいな <laughs>。まあ、あのー、本当にね、えー、やっぱり決勝まで上がってきた両チーム、うん、すごいなって思う部分も多々あるんですけど、やっぱり、あのー、梅雨が明けて、この、なんていうのかな、長雨でね、ずっと流れてた部分もあって、あのー、芝生も含めてやっぱり水含んでるのかな、うん、梅雨が明けて3日目ぐらいではあったんだけど、 度もね、やっぱりあったと思うのであのプレーしてる選手は本当に大変だったんじゃないのかなと、うん、思いますね、うんで。自分なんかはこの、えー、サポートスタッフで、うん、競技場の周り歩いてるだけでもやっぱり大変だったので、うん、やってる選手の皆さんは本当に本当に大変だったんじゃないのかなと <laughs> 思います。はい まあ、ごめんなさい。あの、これを先に話話さないといけなかったんだけど、結果としては、ええー、4対0で、はい、ええー、宝選手、兼代表、兼監督率いる沖縄 SV が、ええー、優勝しております。おめでとうございます。うん。で、あのー、オイスパーの方は、まあ、えっ、ー、と、九州大会の方に、はい、進出が決まっていますので、また、九州大会でもね、ちょっと結果を残してね、あのー、 うん、どんどん沖縄を盛り上げていってほしいなと思うんですけど、あのー、またね九州大会の模様だったり試合の,の日程だったりというのはまたここで、ね、いろいろお話ししていけたらなと思いますので、はいえー、皆さん、ね、よろしくお願いしますねで、あのー、結構ね、あのー、やっぱり決勝戦ということもあって観客数も、ねあのー、結構来てましたでいろいろ <laughs> スタッフさんに、ね、お話し聞いたんですけど 見えるかなこれ見せていいのかなこれさ、ちょっとコピーなんですけど、あのー、今度の決勝戦の公式記録なんだけどさ、うんでこれにいろいろ書かないといけない部分があるもちろんあの得点だったり、あのーえー、と選手の名前、であと審判であったり、会場のさ、あのー、グラウンドのピッチコンディションの状態だったり、いろいろ細かく書かないといけないのかあるわで、その中にさ、あのー、観客、 数っていいいいうのを書かないといけなとけけわこれがねこの記録で書いてた方も初めてだよって言ってたんですけど、えー、この監修の数が、はい、約1,000人とああいいですねなかなかねうんこのまだまだもちろんね目指してるところはプロなので、あのー、こ,こ,これがまあゴールではないはずなのでね、あのー、もっともっと上目指してうーんって。 だとやっぱ思うんですけどうんこの、ね、沖縄県社会人サッカー選手権大会の決勝でこんなに数が入るのは初めてだろうとうん言っていましたのでねうんであの結果はね先ほども言いましたけどあの前半、えー、2対0後半2対0の、えー、合計のねトータルスコアがあの4対 0, 0ではあったんですけど試合、あのー、内容は そうですね。俺は見てて面白い部分がたくさんあったなって、うん、思うんですけどね。まあ、あのー、オロッククラブの方に、えー、シュートチャンスも、やっぱり、えー、少ないチャンスではあったんですけど、あって、うん、会長も少し、おーってなる部分もさ、もちろんあったりして、うん、見てる側としてはとっても楽しかったなうん、もう少し見ていたいなと思うような感じでした。でも、やってるね。やってる選手は、 もう鬼のようにさ <laughs>、大変だったと思うわけね <laughs>。あのー、主審含め、あのー、副審も。で、周りでさ、あのー、この、ボールボーイも含めて、やっぱり大変だったと思うんですよね。うん、本当に熱かったですね。あのー、何人かのこの、両チームの選手に、えー、少しね、声かける機会があったんですけど、もう、ひどいって言ってました。はははは。 <laughs> うん、言うよねそ、それはね、でもね、あの特にオエスパーにね、沖縄 SV に入っている、えー、県外から、ね、あの沖縄に来ているやっぱり選手は、梅雨が明けて初めて、この,真夏の沖縄のね、真夏の入り口を体験するわけじゃないですか、もうやっぱちょっと半端ないって言ってましたね、うん、まあ、ねここからね もう少しずつちょっと暑くなるのでね、うん、徐々にこの慣れていきながら、はい、沖縄の夏を満喫してほしいな<笑>と <laughs>、満喫じゃねえか、まあね、どうにか対応してね、あのー、行ってもらえたらなと思うんですけどね、はい、<coughs> ここで、えー、コメントが一つ来ておりますので、えー、読みましょうか、はい、えー、野内内七さん、ありがとうございます、もう、今週もね、もう、あざます、はい。 こんばんは。な、はい、こんばんは。えー、こちらは、梅雨真っ最中です、えー。日曜の辛い県民集会は、大野山に6万人でしたが、それよりも暑く楽しい沖縄のサッカーで、えー、たくさんの人を集めて、にぎわいたいですね。だからね、あれ、すごいね。6万人。うーん。まあ、比べられないからな。<laughs> うーん。難しいよね。いろいろ。 言いたいことあるんだけどさ、あのここで言ったらよ、もう、おーいって言われそうとか言わないでおき,おきましょうね。はい、<laughs> 本当は言わないといけないんだけどね。うん。そうそうそう。だから、あのー、それだけではなくてね、いろんなところでいろんなこの、えー、形でね、集会というか集まりがあった。 洋田明さんやっぱりあのサッカーももちろんそうなんだけどこのね県民大会もあったりいろんなところで各地でイベントも沖縄さ6月に運動会とかもやってるところあるんですよ小学校でうんここ宜野湾市でもこのやってるところがはいありましたのでうんそういうことを考えてやっぱりねあんだけ6万人うんやっぱすごいなと思う部分もあるんですけどねはいでやばいやばい脱線するからさ一旦ここでちょっと CM いきましょうね はいはい。今週もですね、沖縄県のサッカー情報あれこれ喋っていきたいと思いますよ。はい。えーっとですね、もう一つ、のね内ちさんから、はい、来てますね。えー、ガンバの宇佐美再びドイツへ。うーん、今度は成功してほしいですね。だからね、もうちょっと本人も言ってたんですけど、挑戦しない、俺は俺じゃない、みたいなね、ちょっとかっこいいなぁ。うーん、言ってましたけどね。あの、またね、このチャレンジできるっていうこの幸せを、この、 持ちつつ、はい、出発するということも言ってたので、ね、本当に期待したいですねあれからもう本当に一回りも二回りも大きく大きく成長してるはずなの,ので、うんねあのー、注目していきたいなと思う選手の一人ですね、はい、もう本当に頑張ってほしいですね、はい、であと先週の日曜日に、はい、行われました FC 琉球の試合の結果ですが皆さんね、うん、琉球、あのー、前半の失点を 最後までねちょっとあの引っ張ってしまってうーん1-0でね今回ホーム初黒星だったと思うけどさだったっけ <laughs> デージごめんうーんまあ今回ねちょっと負けてしまって順位はそのまま8位のままなんですけど結構ねあのュートの勝ち点は。 ガツンとちょっと広がってしまったのでここがちょっと踏ん張りどころなのかなと思う部分はあるんですけどねうんただ、あのー、自分ちょっと試合は見に行けなかったんですけどこの琉球の試合は見に行けなかったんですけどね先発、あのー、がね上条んが上条んがあの横、ー、地高校出身のうん上条んが先発で出場して、まあえー、本人もね、あのー、本人団の話もちょっと見てみると、まあ、とても、えー、悔いが残るあのー 経験でしたっていうことをちょっと言ってたんですけども、これをね、ちょっと糧に、あの、まだまだガンガンやっていきますよっていうふうに言ってましたからね。うん、ちょっと期待したいなと思う部分ではあるんですけど、まあ、この高卒のね、ルーキー、うちな出身の高卒ルーキーが、ね、とうとうこの先発で出るような、はい、時代が皆さん来たんですよね。うん、こういったことをちょっと考えると、やっぱり嬉しいなって、この、 先発出場するかもしれないっていう、この、何ていうのかな、えー、ツイッターだったり、ね、フェイスブックで出てくる情報を見るだけで、やっぱりね、あのー、自分テンション上がりましたのでね、うん、これからもね、まだまだね、あのシーズン続きますので、はい、注目していろいろ喋っていきたいと思いますけどね、うーん、上条くん、いいよね、やっぱり。 応援していきたいなと思いますので、皆さん、うん、皆さんもね、あのぜひ応援していただけたらなと思いますよ。で、琉球はさ、あの今度はちょっとアウェーで、はい、栃木との試合がありますので、この、今度の日曜日ね、6月26日はアウェーで栃木との試合があります。またね、あの、その結果は、はい、えー、ここでもいろいろ喋っていきたいと思いますので、皆さん、はい、注目してくださいね。よろしくお願いします。はい。で、えー、っとね、 あと、あと、いくつか喋りたいことが、はい。えっとですね、熊本大分地震で、はい、えーずーっとずっとちょっと、延期していました。あの、九州リーグ、サッカーね、九州リーグの方が、えっとですね、こう、7月3日の第12節から、うん、再開することが、え決まりました。 で、あの、結論から言うと、まあ、第1節、第2節は終了してるんですよ。うん。で、あの、そこから、第3節から第11節までの、えー、試合は、すべて、うん、今年度に関しては中止になることが、はい、決定しております。うん。で、あのー、このさ、えー、7月3日の日曜日から開催、あ再開される、この12節からの、えー、勝敗で、 えー、シーズンの、うん、順位を決めるっていうことが、はい、正式に決まっております。まあ細かい、えー、変更内容だったりっていうのはあるんだけどさちょっとざっくり言うとあの毎年入れ替え戦っていうものが行われるんですがあのこの九州リーグに関しては今回降格この落ちるチームはなくて上がってくるチームのみ、えーうん、採用されるシーズンになるっていうことはあの発表されていますね。 うん、でもやっぱりさ、この九州で大きな地震があって、ずっとストップしてたのがあの、またね、再開されるっていうのも、一つのね、あのなんだろう、上を向くというか、明るい、ね、材料というか、話題になりますからね、うん一個一個やっぱり大変だとは思うんですけど、うんえー、いろいろね、バックアップできることは、バックアップして、うん。 力力強く応援していきたいなと思うんですけどね。はい。で、はい、それに伴ってですね、沖縄県から、はい、唯一出場しています、開放銀行サッカークラブの試合も、はい、ありますよ。で、7月3日の方は、沖縄県の方で、はい、開催がありますね。はい、場所がですね、西原町、町民陸上競技場にて、 海、えー、放銀行サッカークラブ対 JFC 宮崎との、はい、試合が、えー、午後1時から行われますのでね、この最下位、九州リーグ最下位の、ねえー、一番最初の試合なのでね、はい、これそれがこの沖縄県であ、ねうん、ってまた地元の海放銀行サッカークラブ応援できる、ねえー、大きな チャンスですのでね、皆さん、西原って言ったら、ここからね、もうすぐ隣な,の隣なので、うん、ぜひちょっとタイミング合わせて、皆さんね、足を運んでいただけたらなぁと思うんですけどね、はい、九州リーグもちょっと開催、あ再開してからさ、うん、いろんな、あのー、ことも、まあね、ただ出てくるとは思うんですけど、うん、いろいろこの番組でもお伝えしていきたいので、皆さんぜひね、あのー、FCDQ、また、 今回ね、優勝した o s f ー同じようにね、この開放銀行サッカークラブの方も皆さん力強くね、応援してくれたらなと思いますよ。よろしくお願いしますね。はい。はいはい。あとですね、これちょっと結果の報告になるのかなはい、そうですね。あのー、えっ、ー、とですね、平成28年度第21回九州女子ユースサッカー選手権大会の結果。 が出ておりますごめんなさい、これをあのー、6月上旬に結果が出ていたんですけど、自分がね、なかなかここでお話しする機会がなくて、はいで沖縄県からの、あごめんなさい、えー、っとね上簡単な情報を言うと、えー、九州女子ユース大会っていうのは、この15歳以下のはい、えー、九州大会でございます。はいで沖縄からはあのー、2チーム、えー、代表で出てるんですけど、沖縄県のね、えー、っとですね、第1 あのー、出場チームが、えー、ビクサーレ沖縄 FC のナビータユース、うん、が、えー、出ていて、えー、第2代表の方がさ、えー、沖縄ドリーム GFC っていうところが、はい、出ていたんですけど、あのー、九州大会でね、えー、と第1代表の、えー、ビクサーレ沖縄 FC ナビータユースの方は、えー、1回戦をか、えー、勝ちまして、えー、ベスト8まで駒、うん、をちょっと進めて。 います。うん。で、あの、沖縄県の第2代表の沖縄ドリーム GFC、ガールズ FC になるのかなうん。は、あの、1回戦ね、あの、佐賀の、佐賀県、えー、第一代表のチームに、うん、1対1の後のこの PK 戦の末に、はい、1回戦敗退しております。うーん。まあね、こんな大会があるんだなって。<laughs> 初めてこんなちゃんと見る。 えー、きっかけになったんですけど、うん、すごいな、もうこんなのいっぱいあるんだなって、やっぱり思う中でさ、もういろいろ本当に、あのー、盛り上げていくためにね、情報を発信していきたいなと思いますのでね、皆さん。うん。で、この大会自体さ、あのー、えー、っとですね、この中学校、この15歳以下だから、うん、中学生の大会なんだけど、もうそこにね、あのー、 大分トリニートのレディースのチームだったり、えー、全国高校のね、あの、常連校にもなってますあの、神村学園の中東部が、はい、えー、結果優勝はしてるんですけど、この九州大会ね。すごいよね。やっぱり、あのー、女子のチームって、沖縄県が、今度のインターハイで、えー、っと、なんだっけ、25校になってたのかなで、やっぱ中学校も、 結構ね、増えてきてる部分もありますので。で、話を聞くと、あのー、その下もさ、うん、女子のクラブチームだったり、スクールだったりっていうのはいっぱい出てきてるらしいのでね、うん、この辺もいろいろお話ししていけたらなと思いますよ。はい。ちょっとね、鳴らしたいでしょ。鳴らしていいよ。<laughs> ごめん、ごめん。誰と話してるのとかって感じでね。<laughs> はい、えー、っとですね、コメントが、はい。えー、あと、 来ていますのでもうな内内ち々さん、はい、もうすいませんね、もういろいろありがとうございます。はい、えー、意外と地元の、えー、無名選手が、えー、チャンスつく、えー、つかんで伸びていくケースって多いですよね。特に J3 は何が起きるかわからないからね、もう面白い要素が、えー、たくさんありそうですからねって。うん、本当にね、あのー、試合の勝敗のね、あの予想も全然できないしね、もう最下位のチームだから楽勝だろうなんて思っ ていたらもうそんなことは全然ないですからね、うん、波が荒いというか、うん、チームのやっぱり勢いもねこの数日、数週間でガツンとやっぱり変わりますしね、あのー、FC 琉球が今8位で、ね、当初、首位争いしてたのにね、でその後だいぶ順位が落ちてた大分、鳥仁田の方が今は J3 では琉球より上ですからね。うん、J3 は わかん <laughs> でも、うも、ん、面白いよ。うん、やっぱり楽しい部分もいっぱいあるんでね。あの、やっぱり、ジェインのね、試合の会場あそこで味わえるっていうのは、なかなかいい、いい、大丈夫 <laughs> いい経験だと思いますのでね、皆さん、はいぜひ足を運んでいただけたらなと思いますよ。よろしくお願いします。はい、であと1個、野内内菜さんから。えー、今週の話,話題で忘れちゃいけないのは、カズー ゴール <laughs> 来ましたね、今週、あ先週か。すごいね。もう本当にすごいしか言えないよね。うん。どんどんね、今度は足で決めたいって言ってたんでね、もう、俺が番組やってる間はずっと現役でやってほしいな <laughs> 比べるなよって感じ。<laughs> すいません。 はいはい。えー、っとですね、こんなお話をしているうちに、今週ももうロスタイムが残り1分半切ってしまいました。はい。もう今週もですね、いろいろ、えー、お話ししてきましたが、えー、30分間、はい、お付き合いいただき、本当に皆さんありがとうございました。はいはい、えー。今週はですね、この辺でまた終了したいと思いますよ。はい。この番組は、あなたの専属トレーナーになります。沖縄型接骨院。 ビビでご提供居酒屋まじゅん反乱注意のハンバーガーショップチムフガス以上各社の提携でお届けしましたよとはい、えー、来週もですね居酒屋さんで飲んでいるようなゆるい番組をお届けしますのでね皆さんぜひ来週も聞いてくださいね、うん、今週もさやっぱりさ俺的にいろいろ脱線してる部分もあるのでまたね来週いろいろお話ししていきたいと思いますよあここ 数週間はちょっとゲストさんを入れてね、お話しする機会がなかったので、はいえー、7月ぐらいからさ、ちょっと大きくお題を決めて、うんね、月単位でさ、あのー、テーマを決めて、がっつりちょっとお話ししていきたいなと思いますので、はい、その時は皆さん、ぜひよろしくお願いしますね。はい。じゃあでは、またこ、えー、今週はこの辺でさよならです。また来週です。